なたが私のマスターか。召喚に従い参上した。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。それでは行くが、後のことは分かっているな。成人するまでは教会に貸しを作っておけ。それ以後の判断はお前に任せる。お前ならば一人でもやっていけるだろう。凛、いずれ聖杯は現れる。あれを手に入れるのは遠坂の義務であり、お父様。Thank you.
リン。いずれ聖杯は現れる。あれを手に入れるのは当坂の義務であり、何より魔術師であろうとするのなら避けては通れない道だ。よし、それじゃあ一つ気合い入れて一人前になりますか。うるさい、止まれ。はいよ、もう昨日は遅くまでやってたんだから。もう効かないやつ。遅刻はまずい。そうそう、あらかじめ30分ずらして目覚ましをセットしたんだから、あと30分は眠れるはず。30分ずらして、
っていく必要もないか。まあその自慢できることでもないんだけど、そうだ、ペンダント持っていかないと。何しろ100年ものの石だものね。うちにある宝石の中じゃダントツで最強だし。
まだ始まったわけじゃないけど、用心に越したことはないか。切り札だものね。これに秘められた魔力なら、できないことはないぐらいなんだし。別にいいけどね。野良猫でさ入ってこないってどういうことよ。日本の土が合わなかったのかな。あれ？なんだろう、思ったより静かなんですけど。まあ、こういう日もあるか。はあ、けどさすがに。あれ？当社か？警察？やっぱりそう来たか。おはよう。今日も寒いね、こりゃ。おはよう、三鶴さん。つかぬことを聞くけど、今何時だかわかる？何時って、7時前じゃない。遠坂寝ぼけてる？うちの時計、1時間早かったみたい。しかも軒並み。
目覚まし時計はおろか柱時計まできっかり早まってた。どうさか？気にしないで、別に大したことじゃないから。それより三つ釣さんは今日も朝練？ええ、弓道部は問題児も多いし、上手いのは一人減ったからね。4月の新入生獲得のために少しぐらいは見栄えを良くしとかないと。そう、気苦労が絶えないのね、相変わらず。他人事だからって言ってくれるわ。あ、ついでだから見ていく？東坂が見学する分には男どもも喜ぶけど。弓道部か。そうね、様子を見るだけなら付き合うわ。早く来すぎたからやることもないし。よし、じゃあ善は急げ、早速行こう。ほらほら、まだ開始まで時間があるし、中でお茶しようぜ、遠坂。さて、単刀直入に聞くけど、そっちの調子はどうなのよ、遠坂。いい加減頼りになる相棒は見つかった？ほんと、いきなり本題に入るのね、あなたは。その言いぶりだと、そっちはもう見つけたんだ。ノーコメント。遠坂が手を沸かすまではこっちも秘密さ。で、どうなのよ。その疲れた顔を見ると脈ありって感じだけど。こっちもノーコメント。あなたに隠してもどうせ見抜かれるか。残念ながらこっちはまだよ。綾子の方は？お互いのんびりしてる余裕はないはずだけど。そうなんだけど、私も雲行きは怪しいわ。とりあえず取り繕うことはできるけど、ことがことでしょ。この先の命運がかかってるんだから、妥協するわけにもいかないし。勝手に決めて私に負けるのも嫌？もちろん、私にとって重要なのはあんたを任すことだもの。何が手に入るとか何を手に入れるとかは二の次よ。似た者同士ね、私たち。ええ、初めて会った時に言ったでしょ、あんたとはそういう関係にあるんだって。
さ、私たちなんでこんな話してるんだっけ。なんでって言い出したのは遠坂でしょ。あんたがいつまでも彼氏がいないのは女としてどうよなんてこぼすもんだから。なら3年になる前にどっちが先に男作るかって勝負になったんじゃない。そうだった、売り言葉に買い言葉ってやつだった。で、遅れを取った方が一日言いなりになるんだっけ。ええ、今時子供でも交わさない約束だけど、あんたと私に限って往生際が悪いってことはないでしょ。どんな結果になろうと負けた方はおとなしく勝者に従うことになる。それを思うと私は今から楽しみで楽しみで。